今日、県内では新たに1715人が新型コロナに感染、4人が亡くなったことが分かりました。新規感染者の数は6日連続で前の週の同じ曜日を下回っています。1715人の感染者を自治体別に見ますと、 浜松市で423人静岡市で306人焼津市で105人磐田市で99人などとなっていますまた感染者4人の死亡が確認されました一日あたりの感染者数は先週の水曜日より200人ほど少なく6日連続で前の週の同じ曜日を下回っています県内では新たに7県のクラスターが発生しました このうち、静岡市では市内の児童クラブで職員2人と児童4人が感染浜松市では東区の特別養護老人ホーム詐の宮寮で職員1人と利用者16人が感染しました感染した人たちはいずれも軽症か無症状ということです